今のうちの事情分かってくれてるね。達也に男の子を産んであげられなかったら2号さんを受け入れてくれるかい？俺が再婚して息子作ることがそんな簡単なことだと思ってるのか。あんたという子で二階堂の家継いでくれてもよかったんだよ。俺から仕事奪ったあげく俺の息子まで奪ってんのか。お父さんの男みたいな格好させたがってたんじゃん。最後にこんなに近くにいたの何年前かな。誰かを思う気持ちって初めてで。いい加減にしてよ。息子息子息子ってさ、息子さえいれば何だっていいんでしょ。二階堂の問題は俺の問題だ。